皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義忠です。今日はですね、挨拶について一緒に考えたいと思います。挨拶をしなさいと、挨拶は大切ですよというしつけは皆さんね、小さい頃から受けてきたかと思うのですが、なぜ挨拶をしなければいけないのかということを考えたことあるでしょうか。これに対する答えというのは人によって様々かもしれません。で、私なりに長年ずっと考えてきて、私なりの結論が出ました。それをこれから紹介させていただきます。なぜ挨拶をしなければいけないのか。それは、人は一人では生きていけないからというのが答えです。人というのは、まず自分で何とかしよう。自立心というのが大切です。依存心、人に頼るというのが前提の生き方というのはいけません。自分で何とかしよう。まずは自分が頑張るんだという気持ちが、まずは大前提で大切なのですが、何でもかんでも自分でできるということはありません。人は一人で生きていくことはできません。それが人間というものです。人は人と人とが支え合って生きていくものです。そしてどうしても人様の力を借りる必要がある場面というのは出てきます。そのために周りの人たちに力を借りる必要があるときに貸してくださいね。私が困ったときはよろしくお願いしますというのを普段からその気持ちを表しておく必要があります。そのためには心を開く必要があります。周りの人に心を開く。その心を開く具体的な動作というのが挨拶です。心を開いてよろしくね、お互い様ですからね、もちろんあなたが困っているときは私が助けます、でも私が困っているときもよろしくお願いしますという気持ちで挨拶というのをしておけば、スムーズなコミュニケーションが取れて、お互い困ったときに助け合う、支え合うということができます。もちろん挨拶をする義務があるんですかというふうに言われたらないです。おそらくですね、学校とか会社としてでも挨拶をしましょうぐらいのことは言われていると思いますが、挨拶をしなければ学校に入学させませんよとか罰金ですよとかいう会社学校というのはないと思います。義務ではありません。した方がいいですよ、しましょう、推奨程度だと思います。実際そうです。すぐ義務というのはありません。ないと生きていけないということはありません。実際皆さんの周りにも挨拶をしない、あるいはできないという方はいらっしゃるかもしれません。それで生きていけないかといったらそんなこともないです。ないのですが、先ほど言いましたように、挨拶というのは周りの人に心を開くという動作になりますので、どういう理由があるにせよ、挨拶をしない、できないということは、相手に心を開いていない状態ということになってしまって、相手との関係を持ちにくい、まさしくコミュニケーションの第一歩なんですね。それをやっていないということですので、全く助けてもらえないということはもちろんないと思います。例えばその挨拶をしない人が急にうって心臓発作で倒れてしまったという時に誰も助けないということはありえないと思います。緊急事態などは絶対助けてもらえると思いますし、私ももちろんそういう人がいればそう助けますが、普段の細かい時、ちょっとした困った時に助けるかと言ったら、なかなかそれは難しいと思います。やっぱり挨拶してない人に対してちょっと口出ししていいのかな、そしたらちょっと嫌がられるんじゃないかなというふうに思って敬遠するというのが一般的です。ですからやはり心を開いていないということで、なかなかこう助け合い、支え合いという場面が難しくなるということで、そういう援助をもらえないという意味では非常に損であるということが言えます。ですから挨拶はした方がいいです。そして人間は一人で生きていけないということに関連するのですが、人間はね、人と人との関わり合い、それを感じることによって人生の幸福感というのが増えます。ですから挨拶することによってコミュニケーションが取れて、人との関わりを感じることができて、それだけで人生の幸福感が上がるということがあるので、そういう意味でも人生をより幸せに生きるという意味でも挨拶はした方がいいということが言えます。
今日はなぜ挨拶をした方が良いのかというのを私なりの考えを述べさせていただきました。